西口新柏駅は千葉県柏市新柏一丁目にある東武鉄道の打線の駅である。駅ナンバリングは TD25、島式ホーム一面二線を有する高架駅。駅が谷間に立地する地形的要因によるものであり、駅の増備移送には踏切が、柏側には踏切と歩道橋がある。駅開業以前は野党を横断するどもりの築堤であった。 増備族にホームの延伸スペースが確保されている。ホームと駅舎を連絡する階段はホームの柏寄りの端にある一箇所のみであり、エスカレーターも階段に併設された踊り場を挟んだ同じ方向の2機のみで初電から17時が上り専用、17時終電が下り専用となる。また、平日始発から9時まで柏寄り一両が女性専用車両となるため、 広報車両への男性利用客の駆け込み乗車を増加させる原因にもなっている。2011年3月にはエレベーターが設置された、ほか、切符売り場、付近の改修も行われた。エレベーターが設置されるまでは、車椅子などでの使用は駅員付き添いのもと、エスカレーターを任意の方向に動かして対応していた。高架下には、店舗や駐輪場などがある。 2011年度には駅構内に設置されていた案内板はピクトグラムを用いたデザインに交換された。ホームにあった吊りか式駅名標と路線図は撤去され、駅名標、路線図、所要時間と一体型になった自立式案内板が設置された。その後、発車表も設置された。2018年度の1日平均乗降人員は2433人である。 近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通りである。日立柏サッカー場芝浦工業、大学柏中学高等学校駅前には、ロータリーが整備されており、東側を、千葉県道51号市川柏線が走る。西側には、千葉県道261号松戸柏線が走り、約 1.8km の場所に、JR 南柏駅がある。 麗卓大学麗卓中学校、高等学校開業以来、長らく東駅を発着する路線バスはなかったが、東口側の駅前ロータリーの改良工事完成に、伴い2014年9月29日になどが、谷、ニュータバルを経由して、柏駅東口に至る路線が開設された。また、それ以前より、老人福祉センター業の送迎バス、 芝浦工業大学柏中学高等学校に小学籍大学、付属柏中学高等学校へのスクールバスが駅前ロータリーを発着しているほか、イオンモール柏の無料シャトルバスが駅前の高架下付近を指定乗工場としている。他に、駅西側の京葉銀行つくしが、お菓子店、柏子屋つくしが、おかゆ便局近くには、 つくしが、丘と、豊住の各停留所も存在し、こちらには、JR 南柏駅と光が丘、堺根を結ぶ、同じく、東武バスイーストの路線が通っている。2014年の柏33系統開設前は、バス利用はこの手段しかなく、現在でも、本数の面では1時間に3から4本、発着しているため、新柏駅発の便よりも多く発着している。 東武鉄道東武アーバンパークライン急行通過、普通柏駅から新柏駅、真潮駅。ありがとうございます。